まあ、これぐらいなんで縛ったりもできる長さだと思います。はい、こんにちは、札幌占い美容室早任せのことです。はい、今日もモデルさん担当していきたいと思うんですが、今日はどういう感じにしますか。カットですかね。あ、はい、結構この辺鎖骨ぐらいの長さのハッツンボブですかね。それと、色がこの感じですか。はい、細かいウィービング、細めのウィービング入れて、そこにグレージュの色を乗せてるような感じでした。はい、そんな感じで、ちょっとやっていきたいと思うので、まずカットかな、カットして、それからメッシュをして、トナーとして色のつけようかなと思います。ではやっていきます。はい、で今ですね、ブリーチを流したんですが、ブリーチの後にムラになりやすい原因としては、ブリーチが残留している場合なんですね。でシャンプーしたから落ちるっていう感じでは僕はないかなと思って、しっかりですねシャンプーボールにお湯をためて、毛髪の内部の溝を入れ替えてあげると、で残留している薬液を外に出してあげるっていうのが必要かと思います。で、今もうほとんど使ってる状態なんですけど、シャンプーはしていません。なんで軽く泡立てた状態で、ちょっとつけてる状態ですね。でこの部分は前もって水の入れ替えはしてるので大丈夫です。で特にやっぱりこうこのベース自体がしっかりしたベースができてないと色も乗らないのではじいてしまうんで、乾かした時にムラがすごい分かりやすいんですよね。なのでここはちょっとしっかりですね、時間を置いていただいてもいいかなというふうに僕は思います。はい、で、しっかりこうたっぷりたまるような感じでちょっとやってますね。染めます。これベース、ブリーチのベースができましたので染めていきます。で根元は根元から塗っていきます。で根元は何を使ってるかというと、スローカラーですね。モルトベーネのスローカラーのブルー単品です。それだけ。毛先は、ブリッジしてるところと相性がいいグレーカラーの、CA の10のアッシュです。スローカラーの、10等のアッシュですね。グレーカラーのこれはかなり使えるので、それとブルーを混ぜてます。ブルーを1対1で混ぜてるのを毛先、根元はブルー単体でいきます。根元をブルー単体にした理由としては、根元がやっぱりブリーチが少ないのでかなりグレージュ感が出ないなという予測ですので、まず根元はもうブルー単体でいきたいと思います。はい、まずちょっとですね塗っていきます。とりあえずつけてから綺麗にしていくっていうのが、ちょっと僕のやり方なんで、結構ざっくりなんですけれども、根元を抜かせた状態、ハケを抜かした状態で塗っていきます。なので結構スピード勝負というか、無駄なことしないで、とりあえずついてればいいかなぐらいの感覚でいいと思います。その後に綺麗にしていくんで、はい、こんな感じで上下ってそのまま塗っちゃいますね。上下ペンに塗って、これでもサイド終わってるんでバックですね。バックは一回周りを全体に塗ってから、入っていくんですけど、でネックから入っていって、また上下ですね、上下で塗っていきます。
はい、でこれで上下を塗って、これ全部塗りました。で今度は、こちらのジャンボコームで、さっきの YS のジャンボコームじゃなくて、まあ、通常のジャンボコームを使います。はい、でこれをですね、手のひらに取っていただいて、毛先を塗っていくんですが、まずつけます。全体にジャンボコームでなじましておきます。はい、これで全部塗れました。で、全部塗れたんですが、今非常に雑な状態なので、ここで、きれいにしていく感じなんですけど、一応タイム的にはここからスタートしてって感じになりますよね。あとはほぼジャンボコームで全部やっていくので、根元からジャンボコームでなじませていきます。でこの時もかなりトーンがバーンってこうブリッジ上がってればいいんですけど、まあ今は普通ぐらいなので、極端にすごい明るくはなってないので、まあ、ジャンボコームでランダムに塗るぐらいがちょうどいいかなと思います。実際ブリーチしただけの毛が残っていてもいいかなっていう感じでやります。まあ、完全に残ったりしないんですけど、ちょっと薄めに薬がつくぐらいのものもあっていいのかなっていう感じですよね。で、最後コーミングしていきます。この時もですね、コーミングして縦のラインをしっかり作っておいた方が、よりまた細かくですね、ウィービング入れていくような感覚でいいと思うので、縦にお筋を作ることによって、塗料によっての染み粉をする、染まり方っていうのが変わってくるので、あえてこういうふうに縦に仕上げます。で縦に仕上げることによって、よりツヤが出るような感じが出せます。なのでハケは根元にはちょっとハケ使おうかなと思ってるんですけど、ほぼ使わないんですよ。はい、でこんな感じで、この時間を縦にこう筋状になっている状態を確認して、時間を置いていって終わりですね。下はちょっとパッツン系にこう切れててです。はい。はい、で後ろはあまり短くないみたいなとちょっとあれなんで、まあこのぐらいなんで縛ったりもできるんですけど。はい。で。はい、今日も、5センチちょっとぐらい切ったかなと思います。で下は、動画、ね、繰り返して見ていただくと分かるんですけど、このケープっていうとちょっとえぐって切ってるので、
自然に乾かすと馴染まないような感じに切ってます。なのでちょっとこうパッツン系の表面がちょっと外側に動くぐらいのスタイルに切りました。で、色はこれからブリーチローラーよりね、綺麗にこれからもどんどん抜けていって、すごいいいコントラストが出るんではないかなと思います。はい、皆さんいいねとかシェアとかしていただけたらありがたいです。はい、では皆さんまた見てください。じゃあバイバーイ。